どこでやる？異常なしおじさん。こいつにそこなんだろ。ただのコスプレマニアだって。君。本物って買ってこいよ。異常なし。どうだ。近づすぎだ。逃げちゃう。今日ね、うさぎの掃除当番だったの、うん、そしたらね、うさぎの子がね、いっぱいあったんだよ。うわ、気持ち悪い。あ、ここ花火とかやっちゃいけないんだよ。本当は注意しないと。お、さすが噂の斉藤さんの息子。斉藤様面白い。そんなんじゃないよ。あれ、高校生だって、ママが言ってた。お、さすが玉井様の息子。玉井様なんだよ、それ。ほら、いいでしょ。急いで帰ろ。僕これからまた塾だよ。ゆうじくんすごいね、勉強ばっかりで。こっちに飛ばして。ゆうじくん大丈夫？顔に当たった、顔に当たった。早くみんなに逃げよう。ちょっとほら、